今年大阪に帰ってきてからですね、まあ僕も負けてないんですよ。でちゃんとした負けも一個もないんで、すごい大阪に帰ってきて縁起がいいというか縁がいいで、しっかりと練習も、まあ、すごい追い込めてるなっていうのがあるんで、すごい調子はめっちゃいいですね、うん、今回大阪大会ということなんで、自分の生まれ育った近畿圏のね、まあ応援してくれる方がみんな見に来てくれるんで、すごい気合は入りますね。まあそして大阪でね、やっぱり世界と戦えるというぐらいなかなかないんで、そういった意味も大阪カップ、大阪大会というものを根付かせていけるようなファイトを提供したいとするつもりでいます。まあルンビニのチャンピオンってことなんですけど、やっぱり油断できないというか、油断も何も自分が挑んでいくっていう形になると思いますんで、自分の全てを出さなければ勝てない相手だと思ってるし、全てを出して全てを力に変えて、大阪の声援を力に変えて全6選手に向かっていきます。まあしっかりね、一番いい形っていうのはやっぱり KO だと思うんで、まあ、僕のね行くスタイルっていうのはガンガン行くスタイルなんで、それで全6選手倒してでですね、まあ、大阪から東京へというのももちろんあると思うんですが、大阪の選手が世界と戦えるっていう舞台を大阪に根付かせるようなファイトをしたいと思います。2010年に、まあ、K1 もワールドマックスでベスト8まで登れたんですが、まあそれで世界的にちょっと名前を売れたのかなとは思うんですが、今回にもう一回大阪に帰ってきて、もう一回世界で名前を売りたいんで、なんか勝ちまくっていい試合して、まあ、海外でも支援を作るのを覚えてもらえるようなバイトを絶対にします。で海外からお前が来るようになればいいな。大阪はね、阪神と吉本だけやとね思われてますけどね、大阪にね強いキックボクサーいっぱいいますし、僕も絶対ね負けないようなキックボクシングの試合見てますんで、皆さんぜひ応援してください。